ティムガットは、西暦100年頃に、トライアヌステによって建設された古代ローマの植民都市である。古代ローマ時代には、タムガスと呼ばれていた。ティムガットの遺跡は、古代ローマの都市計画に、5番目上の区画が導入された例を伝える、現存する最良の遺跡の一つである。長い間砂に渦もれていたことから、保存状態が良く、アフリカのポンペイの異名をとる。遺跡は、 現アルジェリアのバトナから3 5トルのところにある。この町はもともとオーレス山地近隣におけるタイベルベル人の要塞とすることを主目的に何もないところに検視された軍事植民地であった。最初にそこに居住したのは古代ローマ軍での数年の軍役を終え、その見返りに土地を給付されたパルティア人が大半であった。六つの道の交差点に位置した。 この町には壁が張り巡らされていたが、城塞都市と言えるものではなかった。本来は、中央人民に1万5千人を想定して設計された都市であったが、すぐに予定をオーバーし、5番目上の区画の外側により柔軟な区画設計で拡大していった。本来のローマの5番目上の区画は、部分的に復元されたコリーン都市記の円柱が、 並んでいる東西方向のデクマヌス・マクシムス通りと南北方向のカルド・マクシムス通りによって線引きされている直行的デザインのうちに代々的に見出すことができる。カルドは街を完全に貫くものではなくデクマヌスとの交差点にあたるフォルムで止まっている。デクマヌスの西端には高さ12メートルの外線門トライアノスの門がそびえている。この門は1900年に 部分的に修復されている。門は主に左岸でできており、三つのアーチを持つコリント様式に属している。この外線門はティムガットの門としても知られている。トライアヌス帝は多くのトライアヌス門を作ったので、このティムガットの門はそれらの一つに過ぎない。19世紀の絵はがきに見るティムガット門3500人収容のローマ劇場は保存状態が良く、 現代の上演などにも使われている。他の主要建造物には、四つの公衆浴場や、図書館、バシリカなどがある。その他にも、小浴場群、博物館、ビサンティ要塞なども存在している。四つの公衆浴場は、東側浴場、北側浴場とこれら二つより、規模の大きな南側浴場、北側浴場が存在している。図書館は、 現代のように簡単に本が手に入らなかった。ローマ時代に本が集められていたことから地の宝庫とされていた。知識があると自認していた者は図書館に通っていたと言われている。バシリカはフォーラムに併設されていた屋根付きの建造物である。ここでは小取引を行う市場の役割や時には裁判所として利用されていたこともある。博物館は キムガットの遺跡から発見された200以上のモザイクがここに保存されている。ビーナスの勝利などの傑作がここに展示されている。ビサンティン要塞はビサンティン帝国が支配した時代に軍隊が駐屯していた場所で112メートル56メートルという広大な敷地を高さ2.5メートルという大きな高さの厚い壁で囲っていたとされている。また、ローマのパンテオンに匹敵する規模の ユピテルに捧げられた神殿も存在し、そのそばには7世紀に遡る丸い光人を持つ四角一教街道がある。より後の時代にはなるが、都市の南東部には東ローマ帝国によって建造をされたシタデルも存在する。都市は建造された後の数百年間は平和を謳歌し、3世紀に始まったキリスト教活動の中心の一つとなった。4世紀には イタンハドナトス派の拠点となった。5世紀にはバンダルの侵略を受け、都市は没落した。535年には東ローマの将軍ソロモンが占拠し、改めて都市を建造した。この結果、主要なキリスト教都市として再び人々が住まうようになったが、7世紀にはベルベル人の信仰を受け、打ち捨てられた。以降、1881年に発掘されるまで、ティムガットは、 歴史の表舞台から姿を消すこととなる。発見された時、都市遺跡の周辺は、海抜千メートルの肥沃な農業地帯となっていたが、ティムガットの遺跡地帯は、サハラに侵食されていた。しかし、この侵食によって、人が寄り付かなくなっており、結果として、砂に渦漏れた遺跡群は、新たな都市下の波を被ることがなく、良好な保存状態を保つこととなったのである。ティムガットは、 アルジェリアの他の古代ローマ都市、ジェミラ、ティッパサなどとともに、1982年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。参考文献、美しきアルジェリア7つの世界遺産を巡る旅。大塚正隆、図説世界建築士ローマ建築、ジョン・ブライアン・ウォード・バーキンズ、ありがとうございます。